バケモンが誕生しておりますね。てかまあ普通にこれインストールもドラやから、もうなんなら役満、あーこれまさかドラドラを落として、早すぎない。まあでも、まあちょっとね、まあ面前できたかったんですけど、できればね、まあちょっとまあ妥協して、まあ水素を飲み手かなって感じではありますね。4まで10種10杯ですね。うん、さあ、これ大会戦ですね。大会戦って何かわからない。まあ、役満の大会だとは思うんですけど。さあ、どうでしょうか。あー、さあ、白引きまして。さあ、イーソー、イーソーね、まあ一応山さんではありますけれども、キューピンね。キューピンでしたね。まあできればね、ちょっと13面にはしたかったんですけどもね、ちょっとキューピンが入っちゃいましたね。もしかしたら、ちょっとまあ妥協ですかね。普通の手かな、まあ、リーチのみ、数あんこ、あんこがね、今2あんこあるんで、数あんこ系にはなれるかなという感じではありますね。そうですね、とはいえ、数あんこ以外で打点を作るとなると、やっぱり結構しんどそうなんで、数あんこじゃないかなって感じはしますけどね。とはいえ、あんまり一応いいシャンテンではありますけどね。一応いいシャンテン、3あんこぐらいになりそうですね。なんかパッと見ですけどね。リャンピンとスーピンがちなみに、リャンピンスーピンいますね。めちゃめちゃいますね。めちゃめちゃいるんで、なんかちょっと引けそうな気はする。そして、そうですね。しもちゃんも普通、でもスワンコシャンテンになった。これでスワンコでいけそうな感じではありますね。で、かみちゃんも強いけど、ちょっと遅いかなって感じで、こちらのさ、リャンピン、スーピン、チーピンが、てか全山じゃないこれ。ちょっと待って、リャンピン、スーピン、チーピン、全山じゃないこれ。アイテム倍。全山なんでね、そら、だってスチーピンだって光ってないもんね。その分で。だいぶその分、でもスチーピン、天倍はさ、スチーピンですね。さあ、かみちゃんも、しもちゃんもこっちもスッチーピン、さあ、リャンピンかんしまして、さあ、ドラ乗りまして、さあ、ペイ抜きまして、さあ、おうじゃねえ。痩せのさきさんか。痩せのさきさん多いからね。やばいね、かんしてドラ乗せて、ペイ抜いて、スワンコとか積もれちゃうんですよね。はい、金の間オーラス。結局オーラスで天砲出せばいいってそれ一番言われるんですよね。今までのやりとりをね、もう無にキス天砲なんですよね。ピンズが若干多いかなーって感じではありますけど、金の間なんでね、金の間なんで、そんなに無理はしないとは思いますけどね、第2戦トンパツですよね。想像も別にそんなに悪そうな形ではないんで、どうしようかなーって感じですかね。さあ、スーピン引いて、一応いいシャンテンですね。チートいいシャンテン。ピンズ多いですね。さあ、ペイ抜きまして、さあ、ピンズ、またさ、テンパイ。さあ、なんかズバズバね、今んとこなんかすごいズバズバ引いて、崩れまして。なんかめちゃめちゃ、ペイ抜きまして、白はいらないですけどね。ちなみに3ピンがチーピンで大車輪ですね。テンパイ。大車輪ですね、369ピン。できればね、っていうかこれ、多分9ピンでも役満なんじゃないか。おそらくね、おそらく多分、どこでも役満なんじゃないかと思うんですけど、3ピンはドタカメ。なんならちょっと悪いまでね。8種8杯ですよね。九州。なんならあんまり良くないまで。そのポンで、さあ、9層入りまして。そのポンで9層入りまして、そのトン、ちょっとね、だいぶ響きするね。さあ、そしてペイ積もりまして。だいぶそれズバズバ、さあ、イービン積もりまして。そのトンのポンで、さあ、いってんばいさあ、そして、やばい、トンのポンがね。さすがにそのトンのポンはもうダメよ。やっぱり国士13面待ちになっちゃうからね。初欲しいですよね。そしてね、実は注目なんですけれども、トイメンとね、かみちゃんがね、白髪土をね、1枚ずつ持ってるんで、この辺りです。ひらだ。引けない。さあ、じゃあ、トイメン3色ありますよ。じゃあ、ここで、ああ、じゃあ、引きまして。ああ、トイメン終了のお知らせ。ああ、トイメンの白発順終了のお知らせなんですけれども。さあ、まだ大丈夫かな？さあ、まだ大丈夫で、まあ、もう、これも時間の問題なんで。まだ、ああ、大丈夫、まあ、でも、まあ、ここで耐えるかもね。まあ、さすがにここで初打つのはやばい。さすがにここで初打つのはやばいなんですけどね。やっぱりね、まだやろうって思ってたら当たっちゃうんですよね。はい、逆のま、もう、あ、光ってて、山4、じゃあ、山4って強いですよね。あ、みんなね、毎回、天保地方決めてくるけどね、あ、みんな強いですよね。シンプルに強い。あ、シンプルに強い。うん、なるほど、別になんか、まあ、強いね。まあ、役満って感じじゃないけど、あ、テンバイ。ああ、まあ、テン、まあ、いや、まあ、普通に強い。ああ、強い。早い。あ、シンプルに強いし、シンプルに早いし、シンプルに浦さんやし、シンプルにパッツもしてるし、ああ、はい、ああ、シンプルに13、ああ、めちゃめちゃ強い。すでに2アンコあるんでね。まあ、けど、サペ、まあ、第3弦はないかな、どうでしょう。まあ、第3弦厳しいですよね。ああ、左官しまして、シャア、まあ、シャアではないね。まあ、第3弦でこっからね、白チュンと、まあ、2、関しまして、さらに関しまして、シャア引きまして、ちょっとね、関して、手配が、まあ、バラバラなんですけど。まあ、バラバラなんですけど、まあ、そこはもう気合で引いていきましょう。おっと、おやおや、なんかすごい重なってるけど、シャアがちなみにどこにあるでしょうか。これはもしかしてね、もしかするとみたいな感じではありますけれど。あ、ちなみに、チーソーはどうでしょう。ああ、さあ、トンが被ってしまったが、まあ、チーソーも、ないですね。チーソーもなくて、シャアもない。まあ、そろそろね、さあ、あ、でもなかなか、ちょっと流局、ちょっとさすがに無駄相撲が多いですね。ちょっと厳しい。ああ、さあ、さらにカード、あと、大丈夫か？それ大丈夫か？いや、まあ、大丈夫っていうか、まあ、強いんですけど。まあ、強いんですけど、まあ、これちなみに6級層パーソーなんですけど、これね、まあ、ないとは思うけど、缶しちゃうとね、チーソー引いた時缶できないんですよね。いや、まあ、ないとは思うけど、まあ、さすがにいくらでも、これ、これ、数貫つもついたんですけどね、これね。リーチしたばっかりに、この小さな缶ができなかったんですよね。